ね、3万ぐらいしてもおかしくないと思う。うん。で、なんかまあ、雨に濡れてしまったってことなんですけど、機材が。これだと濡れないんですか？はい、もうだいぶ防水がしっかり施されているカバンでして、うん、ちょっと映像じゃ伝わらないんですけども、うん、もう触った感じからもだいぶ生地が分厚く作られているのと、うん、あとこのチャックの部分にちゃんとカバーが、うん、これね出てるんですね。なるほどなるほど。これは本当は、あ、これ普通のファスナーなんだけど、はい、こうやってカバーがしてあるの。カバーがしてあるので、うんうん、雨も全然入りにくいっていうので、うん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 、かなりしっかりとした防水加工がされています。要はこれあれでしょ、テント、多分これテント地っていう風に呼ばれる素材なんですよ。で、ちょっと待ってね、これだと思いますよ。これおたれこのバナーあれでしょ。これも売ってますからね、皆さん欲しい人は買ってください。あ、もう売り切れたのかこれ。まあいいや、また入れときます、切れてたら。これね、これまあ裏地工夫ですけど、これと一緒でしょ多分。ちょっと違うのか。あ、でも似たような、似てますよね。はい、うん、似た感じもそうです。だからテント地だからもうめっちゃ防水ですよね。はい、めっちゃ防水、もうめっちゃ防水ですよ、うん、だからもうレインコートとかそれ並みというか、はい、まあそんな感じですよ。うん、よく喋ってまだあんまり慣れてない。いやいやいや、2回目じゃん。2回目です。切らないよ。はい。はいはい。ということで、じゃあ、まあ、恒例のポケット検証みたいな感じでいきましょう。はい。はい。じゃあちょっと陽介さんにカメラやりますんでね。はい。じゃあ、お願いしますよ。はい。はい、結論から言えばめちゃめちゃポケットがありまして、うん、で自分もちょっと昨日買ったのでまだどこに何があるかってちゃんと把握できてないので、とりあえずもう見つけたものから説明していきたいんですけど、ね、うん、まずこの一番見やすい前ポケット、案外ちょっとメモ帳とかが入ってるんですけど、意外にスペースがあって、危険物入ってないですか？危険物入ってないです、大丈夫です、はい、意外にスペースがあって、ちょっと自分の手帳分厚いんですけども、うん、これも入るし、ちゃんと余裕持ってあるっていうところですね、うん、なので小物とか入れるにはやっぱり最適な部分です、うん、なるほど。で、次この1個下にこれがあるんですけども、おそらくこれは本来筆箱的な感じで使えると思うんですね。ペンとかが入る、今ちょっとメガネケースを入れてるんですけども、かなりこれもたくさん入る、うん、で横幅もすごい余裕作られてるので、裏地がいいじゃん。はい、裏地がいいんですよ、うん、これマグマ全部中が赤になってるので。なるほど、それがすごいかっこいい、うん、でもういきなりじゃあメインの方に行ってみたいと思います。メインディッシュですか？はい、こちらです。こちらが中に財布は コントロールバイナルの激戦の跡が伺います。激戦の跡が、はい、もう、うん、長くの苦楽を共にしたもので、でパソコン入れる方はこっち、うん、こうやってケースになってて、自分これは個人の、あ、これはマグマの純正ではないんですね。はい、パソコンのケースなんですけども、うん、これそのまま、これはどこのパソコンですか？これは、はい、世界のアップル社、はいはい、MacBook Pro、はい、カッコレティナです。なるほど、はい、有名なパソコンだそうです。有名なパソコンです。でこれを、これ純正ですか？この紐がついてる、これはこれ純正じゃない？全然純正じゃないです。はい、はい、カスタマイズしてたらしいですね、はい、でこれを直接こうやってパソコン直接こうやって入れてもいいと、はい、なってるんで、でちょっとなんか入れにくいなとか、もうちょっと大きいパソコンとか入れる場合はここがマジックテープになってるので、うん、こうやって取って、ほう、もうちょっと開いてからこうやって余裕を持った感じで、うん、収納することもできるので、うん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 、入れにくかったりしたらこういうやり方もできます。なるほどですね。でこの、さっきかっこいいっておっしゃっていました、うん、この裏地の赤なんですけども、うん、素材がすごく優しい素材になってるので、うん、パソコン直接入れても優しいね。はい、優しいんです、うん、
パソコン直接入れても絶対傷がつかないので、うん、あのケース持ってない人も安心して使うことができるっていうことです、ね、なるほどなるほど。結構生身のまま入れて他のものも一緒に入れるとパソコンが傷ついちゃうっていうことがあるので、うん、そういう時はもうこうやって分けてほぼほぼパソコンケースとして使えるので、これはすごくいいと思います。なるほど。コントロール前だな、そろそろ買ったら。そうですね。もうほんとボロボロになっちゃう。まだ使えますかね。まだ全然。ああ、じゃあじゃあじゃあ、はい、いいですね。